でもスラング、別に今年出てきたスラングじゃないですけどあの、まあ、ケンドリ・クラマーのアルバムのタイトルにもなったけどジェームっていうのがあれがまあいろんな意味でフォーカスされたこともあったのでそれはすごいなんかいいなと思ったのとあと何すかねあとはフューチャーのリリックに出てくるスラングすべてみたいな何があるのって感じなんですけどうん。 あとなんかかったかな逆に皆さんの好きなスラング教えてほしいですけどねうんリットはちょっとね今年になってしもべになってきちゃったし何かあるかなあとはミゴスミゴス系のスラングってなんだって感じだけどうんバッブブージェのブージジのとかかですかねスラングの魅力ってそもそも何なんですか、うん 常にやっっぱ移り変わっていいくところじゃないですかねもう半年前に入ってたものがもう古いとかってなるしであここからこう持ってきてこういう意味になってんだとかそのリットに関しても本当最初はこう火をつけるっていう意味だったけどそれが転じて熱いっていう盛り上がってるっていう意味になってたりしますしでなんだけども半年後とか1年経つともう古いみたいになっちゃうからそれがやっぱ生きてる感じがして面白いですね。 そのフューチャーのスラングすべてって言った、うん、<laughs> んだ、ね。フューチャーラスターって。はいはい、あの、それだけ。でも、言うってすごい力だなって思うんですけど。そこに。通定してる。うん。凄さとか個性って何なんですか。うん、ええー、とね、めちゃ色、めちゃめちゃ色男なんですよ。めっちゃ色男なのと。あとはね、あの、やっぱいい意味で。 適当その多分一曲作るのとかもすごい早く作ってるんだろうしそのね適当さがすごいいいなと思うのと、まあ、あと彼はやっぱぶれないんですよそのなんだろう えとアトランタ出身で,であの、まあ、アウトキャストとかをやってたダンジョンファミリーの、えー、親戚の男の子だったんですけど、えーとね、これは前に自分のラジオでも見たことあるんですけど例えばケンドリー・クラマーとかドレイクは自分にないものを持っているいろんなアーティストとかビートメーカーとかと組んであの新しい音を作り出していくタイプだと思うんですね。例えばケンドリー・クラマーがロバート・グラスパートだったりとかドレイクが南アフリカのブラック・コーヒーっていう DJ を連れてきてでちょっとハウスっぽいトラック 作ったりとか、フューチャーはその逆で自分の半径30センチぐらいのことしかラップしないし自分の半径30センチぐらいにしかいないプロデューサーとしか曲を作らないんですよそれがいいんですよなんか濃いエッセンスしか生まれないっていう感じでそこが私にとってのフューチャーさんの魅力ですねありがとうございます